Traveler's Cafe。 ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美博です。若菜です。世界各国で自分らしいライフスタイルを送っている素敵な方々にインタビューするライフトラベラーズカフェ。このバージョンは僕松田美博と若菜が日々感じたことなどをお伝えしていきます。質問役はのっちです。はい。というわけで最近なんか講座が終わったということで。講座やりましたね。はい。1年ぶりぐらいに、ライフツリーカードの養成講座を行いましたね。ました。ライフツリー知らない人もいるかもね。おお、そうですね。ライフツリーカードとは。どうぞ若菜さん。あ、こういう説明は苦手。何こういう説明は苦手なの。ライフツリーカード私作っただけだから。だから聞いてんだ。こういう説明はミヒが得意じゃん。ライフツリーカードは自然のエレメントをカードにして、それを南フランスの画家のバーバラさんが絵に描いて、そして若菜がガイドブックとやり方を作って書きました。以上。どう、合ってるこれ。合ってるような気もするし。もっと説明してる。二人にできなかったら無理でしょ。まあでもあのライフツリーっていう、うん、そのなんか、まあ、私が勝手に使っている言葉なんですけど、うん、なんかそこにずっとなんか人生の指針であったりとか、うん、悩みであったりとか物事をこう見ていく時の、うん、なんかこう自分なりのこう地図みたいなところを当てはめて、いろいろ物事を考えて感じてみたりしてきたので、なんかそのライフツリーのカードが欲しいなと思って作ったカードで、うん、でなんか基本まあツリーカードライフツリーなのでツリーカードがたくさんあるんですけど、うん、本当に美しい絵でね、本当にもうカードを見ただけでもうただ癒されるというか、なんかそんなカードで、なんか自分の心の声であったりとか、うん、なんかこう思考を超えたなんかもっと大きな視点からの、まあ、メッセージであったり、まあ、自分のねメッセージを自分で受け取るためのカードっていう感じがライフツリーですかね、うんうん、はいはいはい。それの講座をしたと、うん、まあ、オンラインがねメインなんですけども、うんうん、今回100人以上の方を申し込んでいただいて、うんうん、まあ、その中の、まあ、ちょっとごく一部の方に収録現場まで来てもらって、うんうん、行ったと。はい、うんうん、そのカードの使い方を学ぶ講座っていうことですか、うん、なんですけど、でもなんかもっとなんかカードの使い方を教えたいわけじゃなくって、うん、そのライフツリー的生き方っていうのを伝えたいから、多分そっちの重点の方が。そうだね。だから基本的に私はやり方は伝えなくって、うん、で一応メソッドとかも作ったんですけど、なんか基本的にでもそこで話すことは生き方みたいな、うんうん、生き方の視点であったりとか、どう捉えるか物事をね、うん、なんかそんなライフツリー的視点であり、ライフツリー的生き方、なんか もっとこう自分と自然と調和して生きていくっていうような生き方のお話をメインにしていくっていうのがその講座だよね、うんうんうん、そうですね、うんうんうん、でなんか1年ぶりっていうことだったんですけど、うん、内容としては1年前と同じものだったんですか。今回はそれにプラスして、うん、薬草のレッスンも追加したんだよね。そうですね。薬草？薬草ハーブ。へえ。なんかね、青山愛ちゃんって言って薬草を、まあ、本当に通じて人がこう自然とつながりながら、そして自分とつながりながら生きていく生き方を伝えている方がいてですね。で、彼女と一緒に今回はやったわけなんですけど、ライフツリーの講座って、まあ、私たちがやる直接やる講座っていうのはなんかトレーナーさんっていう、要はそのライフツリーを実際できる人たちをなんかトレーニング、まあ、育成する人を作るための講座だったりするんですけど、それを3回やったんだよね今まで。そう、直接では3回やって、うん、でなんか3回目って一つの区切りっていうか、また新しいものが形が生まれていくかなって思っていて、
でなんかこうライフツリーを伝えていく中でもう一歩ちょっとより具体的になんかこう人生の中日常の中で自然や自分とつながって生きる方法みたいなのを体感できるものがあったらいいなというふうに思っていて、でそれがちょうどその青山愛ちゃんの薬草講座だったので一緒にさせていただきました。へえ、はい、すごいですね。じゃあライフツリー&薬草だったんですね、うん、そうなんだ、深かったよね。面白いですね。めちゃめちゃ深かった。実際にハーブを使って、まあ、それぞれで調合してハーブティー作ったりとか、うん、あとはハーブアートっていうなんかアート薬草アートね、薬草を使って薬草アートを作ってなんか感じることを伝えてみたりとか、うんうんうん、ちょっと新しい。そうだね、なんか多分ハーブって言ってもこうピンとこない人たちもいると思うんですけど、うん、まあ、ハーブティーとかいうのが結構ね、出てるので、それでなんか聞いたことがあるとか触れたことがあるっていう感じかなと思うんだけど、うん、本当今回の講座でやったことってあのハーブティーとはとかハーブとはではなくって、このハーブを自分なりに感じてみる、そしてなんかそこからどんなメッセージがあるかなっていうことを受け取ってみるっていうような、なんかね自分の声を聞く一つの視点であったりツールとしてハーブをこう一緒にこうね寄り添ってもらってあの体感するっていうようなそんな講座だったよね。うんうんうん、話聞いてるだけだと全然わからないですね。わからないでしょ。わかんない。わかんないかもしれない、ね。そうなんだ。ちょっとね、うん。薬草講座って言ったら薬草の飲み方みたいなのを学ぶのかなって。そうでしょ、うん、そう。ああ、そうか。でもなんかね、あの、なんて言うんだろう。その飲み方っていうのもとてもやっぱり大切だし、うん、あの知りたいところではあるんだけど、結構その情報ってネットでも本でもたくさんあるわけで、調べたらねやり方っていくつもあるし分かる、だけれども実際にじゃあどうなんていうんだろう、まあ、人に置き換えてみると人とのつながり方って言ってもちょっと分かんなかったりするじゃん。じゃあ全然違う外国人だったり全然違う文化の人宗教の人とじゃあどうつながるかって言われても、つながってって言われてもちょっとつながり方が分からなかったりするじゃん、うん、でもなんかこういう言葉を使うといいんだよとか、こんなことを大切にしている文化だからこういうことを尊重してあのやるとすごくつながりやすいよとか、なんかそういうことってまたちょっと違った部分だと思うんだよね、やり方とは、うんうん、なんかねハーブでもそこをやった感じ、ハーブを通じてなんか自分となんかこうつながった自分を整えたりするやり方を学ぶっていう感じ。うーん、面白いですね。面白いでしょ。斬新ですね。斬新、斬新なんだけど、でもそれはねとても自然なんですよ。うん、うんうん、でそれができたら多分、うん、あのあこれは今飲んだ方がいいなっていう飲み方が自然と自分で分かるようになるし、うん、あのあこれをなんか今ちょっと自分触れたらいいなっていう触れ方とかあのアロマとしてね用い方っていうのが自然と分かってくるし、うんうん、ね。のっちはやっぱりなんかこうポテトチップスとかばっかり食べてるからこう自然のことが理解できないじゃないそういうことですかね。やっぱり聞いてる皆さんも結構あの分からないと思いますよ。イメージできるのかな。でもさ、なんか今回なんかまあちょっと僕の予想よりもはるかにたくさんの申し込みがあって、なんかそのなんていうのかな、このそこを求めてるっていうか、こう自然の何かを求めてる人がすごく多いんだなっていうのがびっくりした。びっくりしたね。あの今回の講座を皆さんにお知らせした時に、まあ、ちょっと自然と共に生きるっていうところについての私たちなりの生き方とか今実際にやっていることなんかをお話しさせてもらったんだけど、なんかそこで皆さんがどれだけ自然に飢えてるか求めてるかっていうのが初めて分かったね。ちょっとびっくりするくらいだったから、なんかねやっぱり今求められてるんだろうなって思う。でも自然なんていっぱいあるじゃないですか。そうなのよ。そうなのよ。どういうことですか、自然が求められる。自然のところ、まあ、まず2パターンあって、自然のところにいても自然を意識してない、うん、
という場合と、まあ、自然がなかなかない都会とかにいる場合も、身の回りに実はある自然にを意識できてないとか、まあ、そんなことが多かったよね。だから多分それもさっきの話につながるんだけど、意識の仕方が分からなかったりするわけ。自然があってもその自然をどうめでてよくてどう、 こう心地よく感じていいのか、つながり方がやっぱりちょっと分からないから、だからもう目の前にいっぱい自然は当たり前にあるんだけど気づかないからないっていうことになっていて、じゃあどうしたらいいのっていうのが多分皆さんの声だったのかなって思うの。だからそのハーブもそうだしライフツリーもそうなんだけど、まあ、自然や自分とつながりながらなんかこう心地よく生きる生き方みたいなところをなんかねお伝えすることで、自然を求めている皆さんのなんかこう声につながることができたんじゃないかなって思うけどね。ということで分かったのち。まあ、分かってないかもしれない。2% しか分かってないかもしれないけど。いや 3% は分かりました。何なのもう本当に15年も一緒にいるのに、分かんないの。本当に分かんないのね。本当にどうしようもないの。どうしようもないの。どうしようもない。これはね、人は変えられないから。はい。ということで、じゃあ今日の質問は、身の回りにどんな自然がありますか。答えてみてください。ライフトラベラーズカフェは毎週金曜日にお届けしています。次回の放送も聞き逃さないようにポッドキャストや Spotify、Amazon Music、YouTube の購読ボタンを押してください。また僕たちでライフトラベラーラウンジというオンラインサロンをやってますので、検索してみてください。それでは良い週末を。ライフトラベラーズカフェ。